はいどうも、FF30 続きやっていきたいと思います。まあ今回ですね、この物語から先にね読んでいこうと思います。帰るための戦い、国軍社会の安定を守るために反乱を乱す可能性があるものを国軍外部に移住させる、それがパージ政策のはずだ。しかしパージの実態は移住ではなく殺戮だった。国軍を統治する政府は明らかにパージ政治者の全滅を狙っている。そんな絶望的な状態でもスノーを率いるノーラの面々は希望を捨てなかった。政府軍の、特務機関サイコムだっけ、わずかな人数でも、立ち向かう野良の若者たち、彼らは奮闘に励まされて諦めかけていた人々も立ち上がった。生き延びて日常へ帰るための戦いが始まる。戦いを赴く市民たちの中には息子を救おうと銃を取った一人の母親がいた。それがまあ前回のあのお母さんですね。ある母親の死。安全な国軍社会に暮らす人々は国軍の外に広がる大地パルスからの侵略を恐れていた。国軍で生まれた市民でも下界の存在に、下界って言うんだよな、それだけも憎むべき敵とみなされるほどだ。故に国軍を統治する政府はパージ政策を決定した。パルスに毒された疑いのある市民を全員国軍から追放するのだ。パージ最初とされた人々はパルスへの移住を命じられて連行される。しかし政府軍の特務機構サイコムは移住させるべき人々を容赦なく抗議していた。追い詰められた人々はスノーを先頭に、筆頭に軍に抵抗する。その中には息子を守るために戦いに加わった母親がいた。だが彼女はスノーをかばって命を落とす。母親の死を目の当たりにして少年は唖然と立ち尽くした。なんか闇落ちそうな状況でもあるけど、どうなっていくんだろう。ハングドエッジの空を運ばれていく異様な物体、それは、おととい国軍内で発見された、パルスのファルシが眠る遺跡だ。ファルシはある都市の近郊で数百年にわたって人知れず休眠していた。国軍を治める政府にはその都市の、住民全員がファルシの魔力に汚染されていると断定。住民たちをファルシもろとも国軍から排除するパージ政策を実施した。パルシのファルシこそがパージという、斬撃を、引き起こした元凶なんだ。ライトニングサッツはそれぞれの目的のためにパルスのファルシを目指している。一方共に戦った人々を失ってしまった責任に打ちのめされていたスノーも、ガドーの、激高で再起する、彼が救わねばならない女性がファルシのそばにいるはずだった。なるほどね。まあなんかあれですね、その遺跡という、まあ、点に対していろんな角度からこう線が伸びてる感じですね。ファルシのファルシ。ファルシとは強大な魔力を操る、超常の存在である。国運を再建したファルシたちは人類の保護者だが、国運に敵対するファルシたちもいる。それが下界のファルシである。ファルシのファルシである。ファルシのファルシは接触した者に呪いをかけ、座先であるルシーに変えて、国運を滅ぼすと命じるという。そのため大衆はファルシに近づいた者は国運から通報するべきだと考え、パージを支持している。なるほど。ルシーはまあそのファルシのファルシのまあ、部下というか、まあ、に操られた存在というわけか。まあ、だからルシは国軍を滅ぼすために国から、まあ、その可能性があるような人々は、まあ、全員軍から排除しましょうっていうことか。で、まあ、実際追放とか移住とか言ってるけど、まあ、結果的に国軍がいなくなればいいわけだから、まあ、殺した方が早いよねみたいな感じでやってるってことか。サイコム。政府軍は2系統の政府組織に分かれている。大部分を占めるのは軽武装の警備軍で、所轄する地域の治安維持を担っている。一方サイコムは重武装の特務機関である。パルスからの侵略に対する防衛を専門とし、警備軍が所有しない強力な兵器や飛空艇を多数所有している。パルスの脅威への対応はサイコムの管轄であるため、パージの実施も担当している。まあ、なるほど。警備軍がまあいわゆる警察で、サイコムはまあ軍隊っていう感じの認識で良さそうですね。運用中、パルスからの侵入に備えて政府軍はさまざまな兵器の研究開発を進めている。その結果の一つが、軍用銃で国内に生息する野生のモンスターを兵器に転換したものである。運用銃はモンスターとしての戦闘力や凶暴性を残しながらも操縦者の命令に忠実に従う。なるほど。 AP M
AMP テクノロジー。 AMP 反物質操作法則に基づく技術。反物質をコントロールして一層空間に干渉し、重力を湾曲したり時空からエネルギーを取り出したりするなど多様な効果を発揮する。本来人間は魔力を持たないが、 AMP テクノロジーを多用した活用した機器を装備すれば疑似的な魔法を使用できる。なるほど。じゃあさ、今までライトニングが使っていたやつは、まあ、この AMP テクノロジーを駆使したものっていうことか。なるほどね。はい、ということでいきましょうか。読み物も読んだことだし、無事か。まあ、とりあえず今あの遺跡に向かってって感じなんだね、全員が。エナジーサークル装備品か。あ、そう、アイアンマングル、そう、手に入れたんだな。忘れてた。軍用の新型 AMP ギアを内蔵し、着用者の筋力を高める装備です。まあ、これでちょっとレベル上がったな。あ、ちょっとレベルっていう概念あんのかな。あれ、また背中のやつ変わってんだ。背中のやつはよく変わりますね。確かに武器によって変わるのかな。なんとかベアだったもんな、確かさっき作ってたやつって。一人で突っ込むなよ、ガード。なんかあれだろう、100ギル。この世界で100ギルが一体どれだけの価値なのか分かんないけど。あれだ、武器弾薬を確認しろ。警戒を怠るな。行くぞ。にしてもたった2人にやられる軍隊ってどうなんだ。こっち一般人だよな。まあ自警団だったとはいえ、あっち軍隊でしょ。それはもう軍としてどうなんだ。しっけた音だな。愛がね、なあガド。え、どの子かわからねえならみんな守ればいいよな。なんか悩んでるのか。そんな暇あったら走れよ、ヒーロー。よーだないの。じゃあ行こう。でも手伝おうか。いやー、もう本当大変だったんすから。無事か。ノラは軍隊より強い。
ガキどもだよ。一人残らず。みんな守るからな。先に行ってくる。ガキどもを頼む。任せとけ。嫁さんによろしくな。お前は嫁さん、俺はガキか。おいしくねえな。今度おごるよ。嫁さんの手料理な。式のご予定はいつですか。お前らだけは招待しねえ。ふざけんな。ふざけんな。私も。んじゃな。ホープにあった。結構ガンガン変わっていくな。パルスの遺跡へ。スノーは責任を痛感していた。人々を率いて政府軍に立ち向かったものの、守りきれずに多くの犠牲者を出してしまったのだ。とりわけ彼を苦しめたのはある母親の死だった。名も知らぬ彼女は息子を守るために戦い、スノーを救おうとして命を落とした。彼女はスノーに息子を託して死んでいったが、息子とは誰のこと、誰なのかさえわからない。だが仲間たちの励ましか、スノーの迷いを断ち切った。誰が息子か分からなければ全員をまとめて守ればいいのだ。戦闘が落ち着き、お子供たちの無事を確かめると、スノーは仲間に後を任せて飛び立つ。彼と結婚を使った女性がファルシに囚われているのだ。そんなスノーを憎しげに見つめている少年がいた。彼こそがスノーを代わって死んだ彼女の女性の息子だった。なるほど。まあ、あれか。スノーのせいで母親は死んでしまったと思っている感じか。スポーツハンティング用のモデルです。非常時には物理、魔法耐性を強化します。なるほど。ところが武器なしは大丈夫か。バニラとホープですね。ホープってまたいい名前だな。バニラだっけ。バニラ何？バニラか。あいつに言いたいけど。ねえ、これ飛ばせる？多分。やったー！それ！遺跡に入ったらパルスもルシにされるかも。やっぱり僕よろしく。何やってんだ。行きます。危ねえ。やめろ。パルスはパルシュ。私たちの運命と未来が縛られた。あの二人の関係性は何なんだろう。まあそこで初めて出会ったって感じか。あれも。てうっしゃ。あちゃ。
ぱりいないか。いたら変ですよ。ん？兵隊だってファルシに近づくわけがない。パルスのルシにされたらおしまいなんだ。何それ？知らないんですか、あなた。バニラ。え？名前、そっちは？ホープ。どうも。なんで来ちゃったんだろう。とりあえず、あいつ探そう。パルシのファルシ遺跡。なんかバニラちょっとあれだな。なんかちょっと違う感じするよな。これこれ。ちょ、バニラさんどこへ？あ、武器ゲットしたん。どう？どうって。何なんだそれは。なんかああいうこういうのを使ってやるスポーツあるよな。ん？何してんのそれ。紐的な？まあ、なんか意図的な何か出てますねあれ。完璧に。何なんだろうあれ。あ、めっちゃコンパクトになる。まあバニーラの方が年上なんだろうな。なんで来ちゃったんだろう。なんかホープが、まあ、中1、2そこら辺、中1前後。バニーラがまあ中2じゃない、高2前後3とかっぽいな、年齢的には。ちょっとあれか、武器見てみるか。バインドドロット、強靭なワイヤーを放出して、中距離から敵を攻撃できる奇妙な武器です。奇妙な武器ですって言われたらもう何も言うことねえな。交差する運命。パルシのファルシが発見された日、国運社会の平和は終焉を迎えた。ファルシは誰にも知られることなく、ある都市の近郊で眠っていた。国運を治める政府は、その都市住民全てがファルシの魔力に汚染されたと決めつけ、ファルシもろとも国運から消し去ろうとした。連行された人々を待ち受けていたのは政府による無差別攻撃。生き延びようと願う人々の抵抗はあえなく粉砕されていく。地獄と化した戦場を駆け抜ける者たちがいる。制服を抜けたライトニングと懸命に追随するサッツ、婚約者を救出に向かうスノー、そして瞳に憎しみを宿した少年が見知らぬ少女の助けを借りてスノーを追う。少年の母はスノーをかばって死んだのだ。それぞれの理由と、思惑を胸に彼らはパルシのファルシを目指す。なるほどね、いい感じですね。展開的なスノーを追って、ホープは動揺していた。無我夢中にスノーを追ってファルシが眠る石へ飛び込んだものの、今更になってファルシの恐怖を思い出したんだ。まあホープは結構臆病っていう感じだからな。自分たちはファルシの魔力によって呪われたものをルシにされてしまうかもしれない。ルシはファルシの出先であり、国運の人々全てに忌み嫌われ憎まれる存在だ。ところがホープを導く少女バニラはファルシを恐れる素振りすら見せなかった。彼女の場違いの明るさにかえって戸惑うホープだったが、怯えながらもスノーを探し始める。彼の母はスノーの呼びかけで戦い、スノーを救おうとして命を落とした。スノーに責任を取らせなければならなかった。まあ本当はね、そういうわけじゃないんだけどね。下界のルシ、パルシのルシ。ファルシは人間奴隷をかけて下部に帰る。ファルシの奴隷であり道具、それがルシである。国運に敵対するファルシによってルシにされたものは、
パルスのルシーニと呼ばれ、社会の平和を目指す公衆の敵だと考えられている、ルシーニされると敵のどこか、あ、じゃあ体のどこかに刻印が現れ、魔法を操る能力を得るが、パルスが与えた使命の達成を義務付けられる。ルシーニされた人間を治癒する方法はない。なるほどね。もうだからルシーになっちゃったらもうどうにもできないと。ファルシーの遺跡、はるか古代ファルシーたちは、下界パルスから、建材を集めて国運を創建した。戦争で国運が傷ついた時も、ファルシーから素材を材料を回収して補修した。主な資材として利用されたのがパルシーの建造物である。その余りが国運各地に残り、遺跡と呼ばれる、臨海都市ポーダムで数百年放置されていたこの遺跡は無害だと考えられていたが、先頃内部でファルシが発見され、近隣住民がバージされる原因となった。なお、じゃあもともと国運自体も、まあ、ファルシじゃなくてパルスの、パルスにあったもので作られたっていうことですね。でそれを作ったのがファルシと。でそのファルシたちが、なんだろう、守護者というか、まあまあこの彼らの、まあ守る側のファルシと呼ばれてるってことか。まあここまでで大体もうなんか FF13 の謎とも言うべき難解単語はもうマスターしましたね。ファルシー、パルス、ルシー、パージ、ファルシー、大体は分かりましたね。これは地かな？地である、敵の警戒と奇襲攻撃。フィールドにいる敵は、視界やサーチ範囲に応じて一定エリア内を見張っています。そのエリア内に入ると敵に気づかれてしまう可能性があります。こちらに気づいた敵には、ビックリマークが現れ、襲いかかってきたり、見構えたり、警戒したりしますと。うん。ああ、なるほどね。OK です。これじゃあ先制攻撃ができるようになったわけか。やってみようか。じゃあ、あいつが乗ってた。はい。あ、いや先に気づかれたな。もっと手前でやればよかったのか。手前のやつに後悔したって知らないよ。何なんだこいつ。てかちょっと可愛いなこの敵。ズベルクの操作機、探査機か。アイアンバングル。でもなんかちょっとあれだよな、バニラなんかちょっと違う感じするよな。あ、あれなんか行っちゃった。こうもしかして正規ルートかい。なんかバニラの格好あれだな、ホライゾン感あるな。あら、ここは正解だったよ。怖くないんですか。ないかな。本当に知らないんだ、パルスの。ファルシとルシは敵だから国運から追い出す。ファルシの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出す。パージってそういうことでしょ。ここにいたら僕らもパルスにパージされて。だから何何って、パルスは地獄なのに。落ち着け、ホープ。ごまかさないでよ。聞こえるか？俺だ！どこにいるんだ！頑張れよ、セラ。もうすぐヒーロー参上だ。お、あれをどうにかしろってことか。バニラはあれか、なんか肝が座ってんのか、それとも
何か知ってるのか。あ、どっちかっぽいね。あ、でもシンプルに肝が刺さってんのかな。にしてもあの最初のパルスのなんちゃらかんちゃらかんちゃらっつって言ってたの、パルスのファルシとルシは敵、めちゃくちゃあれだったな、呪文っぽかったな。いますね敵が。あれに触れればいいかな。あら、そうか、今一人か。待っててくれセラ。そのセラって子があれか、婚約者っていうか、まあ、結婚相手か。うわ、なんかめんどくさそう。大丈夫かこれ。あ、大丈夫っぽいな。まだ開かねえのか。やっぱ無理なんてねえの。拒んでいるのか。え？拒んだのは私の方か。耳を塞げ。バカバカ。いいぞ。私が悪かった。開けてくれ、頼む。な、どうやったんだ。また無視かよ。